皆さんこんにちは、水野ゆうかです。今夜の水野ゆうかチャンネルは韓国旅行第3弾の動画になります。今回はですね、東大門の激安ショッピングの中ではご紹介しなかった韓国購入品を全部ご紹介していこうと思います。一番のメインはですね、やっぱり韓国といえばこのドラッグストア、オリーブヤングの購入品、これを中心にですね、韓国でめちゃくちゃ流行っている韓国ブランド、あとはデパコスだったり、そういうものをね、もうまるっと紹介していくので、これからね、韓国旅行に行きたいなって思っている方の参考になったらとっても嬉しいです。ではどうぞ。とりあえずね、オリアンに行ったら絶対チェックしてほしいのがこちら、ビタミン界のエルメスと言われているイミューンマルチビタミン&ミネラルです。これはですね、ほんと韓国通の人ならみんなが知っているビタミン剤。私が購入したのはね、1週間分タイプです。ビタミン剤とビタミンのドリンクが一緒になったアイテムで、ほん本当に疲れてる時とかに韓国アイドルとかがバッグにね、これを忍ばせといて飲んで元気を出しているっていうので有名になった商品です。なのでね、これはね、もう本当に疲れてる時とか撮影の前の日とか飲んでみようと思ってます。お次はですね、もう私韓国来る前にめちゃくちゃいろんな YouTube を見て、これ良さそうと思って購入したのがこちらです。医療器具の着圧ソックスです。これはね、製薬会社から出てるものなので、かなりしっかりした生地になっているそうです。これはですね、もう足が疲れやすくてむくみやすいので履いてみたいなと思います。あとはですね、めっちゃこれやたらみんなが爆買いしてて購入してみました。こちらです。モデリングマスクカップです。オリアンでも売ってたし、マスクショップでも売ってたんですけど、お値段は一緒でした。で、大体ね、これね、入り口とかレジ前とかにバーって積んであって、日本人の子とか韓国の子が爆買いしてました。これね、ほんとビタミンとかコラーゲンとかいろんなね、カラフルなやつとかもあって、で、日本に帰ってから調べたんですけれども、オレンジのビタミンとグリーンのコラーゲンが人気な感じでした。で、私は鎮静薬草っていうタイプのこのモデリングマスクを買ってきました。中がね、粉になってて、で、水で同量のものと加えて顔に塗るタイプのマスクになります。ちょっとね、鎮静させたい時にこれ使ってみたいなと思います。お次はですね、今私シートマスクが家にすっごくあって、一つだけね、向こうでつけようと思って買ったものを一つ持ち帰ってきました。一緒に行った友達がね、このね、葉っぱ柄のやつはめっちゃいいよっていうので一個売りしてたやつを購入しました。これのね、シカタイプも使ったらそれも良かったんで、これもとてもいいんじゃないかなと思います。で、あとはコスメですね。これをまず買ってきました。プロテーラーの B グロークッションニュークラスです。このクッションファンデは、リフィルもね、ちゃんとこうやってついてて、こんな感じのクッションファンデになります。ここのね、ブランドのね、コスメね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、在庫あるかなって見ると、全部結構売り切れちゃってて、このグロークッションファンデーションは残りラスト1個で売ってたので、もうとりあえず買ってみようと思って購入してみました。あとはですね、私リップ、最近マットリップにツヤツヤのグロスを塗るのが好きで、これ買ってみました。キンスのスリムフィットリキッドベルベット LV005 のブルーミーというカラーです。結構マットリップって日本のやつだと濃い色とかレッド系とかブラウン系が多くって、ちょっとナチュラルなピュアカラーのマットリップが欲しくて韓国で探してました。で、これがね、すごい色が可愛いなと思って、このヒンスのリップを買いました。ちょっと黄みの入ったイエベさん向きのくすみピンクにしてみました。まだね、私も今開けたのでちょっと使ってないんですけど、9点の口コミでは色持ちがいいと書いてあったので、すごく楽しみです。オリアンでね、購入したもののラストはこちらです。リサリンのスポットケアニキビパッチです。これはね、もうめっちゃ使いかけで申し訳ないんですけど、四角い、こういうね、大きさ違いの四角い形だったり、こういうちっちゃめの丸型だったり、めっちゃこの入ったニキビパッチになります。実は私、韓国行く前日ぐらいに鼻の下のめっ
ちゃ目立つところにニキビができまして、でその後こことかもできちゃって、うわーニキビできた、普段できないところにと思ってめちゃくちゃへこんでたんです。で韓国といえばニキビパッチ流行ってたような、っていうか普通にあったようなと思って、でオリアンのお姉さんに聞いたら、もうニキビパッチが日本じゃありえないぐらい20種類ぐらいバーって韓国で置いてあって、ちょっとこの中から選ぶの難しいなと思って、オリアンのお姉さんに一番人気なのは何ですかっていうのを通訳サイトで聞いて、これを購入してきました。でもうね、あの韓国にいる間もこうやってつけたりして過ごしてました。なんかね、韓国ってこういうヒンスとかそういうところのコスメショップの店舗も寄ったんですけど、そういうところで働いてるね、もうフルメイクでめちゃくちゃおしゃれなお姉さんとかも、もうねニキビパッチ普通にこういうところにね気にせずつけてるんですよ。だから、あ、もう何よりもスキンケアが大事だから、デパートとかコスメブランドで働くお姉さんもニキビパッチつけて歩いてるんだなと思って、私もね、あの真似してね、今ねこうニキビパッチつけたままちょっと YouTube の撮影してます。あと韓国面白いなって思ったんですけど、電車とか街歩いている若い子も、年齢が高めのお母さんとかもそうなんですけど、ここにね普通に前髪カーラーつけて歩いてるんですよ。それがね日本じゃ見ない光景だからびっくりして、そしたらね友達がね、あ、韓国ドラマとかでもみんなここにカーラーつけてるよねって言ってて、あ、そういうなんか違う国に来たんだなっていうのを感じられて、それもすごい面白かったです。お次はですね、日本未上陸でめちゃくちゃ韓国でも日本人にも大人気のスキンケアブランド、こちらタンバリンズです。このねタンバリンズは韓国通の女の子が言っている YouTube とかを見るともう確実に出てくるブランドで、たくさんのね韓国アイドルが愛用しているアイウェアブランド、ジェントルモンスターっていうブランドが手掛けているスキンケアブランドで、2018年3月にローンチされたブランドだそうです。これはね絶対チェックしたいなと思って、行きたい行きたいって言ってたんですけれど、ヒュンダイソウルデパート、こちらの方に行った時に1階でねこのタンバリンズが売っていて購入してきました。でね、もう本当にね行ったらめちゃくちゃおしゃれだし、形が可愛いし、香りもめちゃくちゃよくって、わー、これは私も購入しようと思って購入してきました。でね、ほんと香水とかハンドクリームとかいろいろあったんですけど、私はね小さいサイズのハンドクリームをね2つ購入してきました。これがハンドクリームってめっちゃ可愛くないですか？何この見た目と思って購入してきました。小さい方がちょっとバッグに入れるのにいいなと思って購入しました。ここがパカッと開いて、でここをね押すと出てきます。ね、これがねめちゃくちゃいい匂いで、あ、本当に癒される、いい匂いなんですよ。冬はね手が乾燥するし、ちょっと香水はちょっとママの私には強すぎるなと思ったので、このねハンドクリームの香りで癒されて日々過ごしたいなと思って購入してきました。一つは玄関に置いて、一つはバッグに入れて持ち運びたいなと思ってます。次もね韓国で大人気のブランドです。こちらマリデフランソワジルボです。このブランドは実はね韓国ブランドではなくて、フランス発祥のファッションブランドで、韓国のやつでいろいろ見てたら、このね刺繍ロゴのスウェットとか T シャツとかトートバッグがめっちゃ可愛いなって思って行きたかったブランドです。なのでね買ってきちゃいました、トレーナー。やっぱ冬になるとねこういうねスウェットのトレーナーみたいなのってめっちゃ使うんで、このねショート丈のロゴの刺繍が入ったスウェットトップスを購入してきました。でここのマリテフランソワジルボなんですけど、実はねユニセックスサイズ展開だったので、うちの主人にも XL サイズでトレーナーを購入してきました。これもね刺繍でねロゴが入ってて可愛いかなと思います。これ XL サイズで、身長182センチのうちの主人が、あ、ぴったりサイズでいいねっていう風に言ってました。なのでちょっと彼氏のねお土産とか旦那さんのお土産とか買うにもここおすすめです。これね、あのヒュンダイデパートにもこのブランドちょっとだけコーナーで展開されてたんですけど、やっぱりねこれを買うなら店舗で購入した方がいろんな種類があっていいなと思いました。
とは韓国の動画の第2弾でホンデという街がね、本当日本でいう原宿みたいな場所ですごい楽しかったよって言ったと思うんですけれども、そこでね購入してきたアイテムをご紹介します。でね、ホンデはアイアムジョイっていうアクセサリーショップがすごい楽しいっていうのをググったら見つけて、そこを目指して買い物に行ったんですけど、ほんとね、そのアイアムジョイっていうお店がいろんなアクセサリーショップの中で一番大人っぽくておしゃれで可愛かったです。で、そこで購入してきたのが、まずはピアス、ニュニュでも購入したこのくすみリングに合わせる感じでくすみゴールドのピアス購入してきました。これね、今っぽくてコロンとしたデザインがめっちゃ可愛いなと思って購入してきました。あともう一つバッグを購入してきたんですけど、こちらです。このシンプルなキャメルのバッグ、すごい軽くて自立もできてちょうどいいサイズだなと思って購入してきました。でこれがですね、なんとね、同じ色のこのポーチみたいなものとベルトがね2個、太めと細めがついてきて可愛いってなって、あのボンさんのアコキチさんとね色違いでね、私たちお揃いしたアイテムです。ホンデのアイアムジョイっていうお店の周りにはすごいね、ちょっと大人っぽくて可愛いファッションの路面店もいっぱいあって、クリニックのね時間が迫っててもうこのアイアムジョイでしか購入できなかったんですけど、次ね韓国行ったらね、このアイアムジョイ周りのおしゃれな大人ブランドいっぱい買い物したいなって思いました。あとはですね、もう本当にちょっと子供のお土産で購入したものを軽くご紹介します。ミョンドンに100均のダイソーがあるのでちょっと寄ってみたんですけど、そこでねこんな感じで300ウォンで購入できるこのカラフルな着せ替えシールブックと、あとは100均なのにこういうの売ってるんだと思って購入してきたのが涙型のねスポンジブラシ、これを購入してきました。あとは残ったウォンを最後使い切ろうと思ってコンビニで子供たちの好きなちいかわのなんかこの卵型のおもちゃが売ってたので購入してきました。以上でね、これで韓国購入品が終わりになります。今回ね、お洋服はねそんなに買わなかったんですけど、やっぱり私自分でお洋服のブランドをねプロデュースしてるので、なんだかんだねいろんなもの買いたいなって思って見てはいたんですけど、購入に至らず、アクセサリーとかいい香りのするねスキンケアブランドとかこういうのが楽しいなって思いました。では今日の水のゆうかチャンネルいかがだったでしょうか。実はねこの動画を撮影してるのが11月14日で、多分この動画が出る頃には私44歳の誕生日を迎えています。はい、44歳になっちゃったいつもね動画の冒頭で43歳アラフォー YouTuber 水野優香ですっていう風に紹介してたんですけど、44歳ってもうアラフォーじゃないっていうことが最近知って、もうアラフォーじゃないんだっていうのをなんかね衝撃を受けました。もう半ばですもんね40代。でもねこうやって YouTube を通して皆さんにね自分が楽しいって思ったこととか気になったものとかファッションとかおしゃれとかコスメとか日常生活とか自分の考えてることとかそういうのを発信できて共有できるのってすごい幸せだなって思ってます。いつも視聴していただきありがとうございます。これからもね、私がこれ楽しそうだなって思ったこととか、旅行行ったら旅行のこととか家族のこととかいろんなものをね発信していきたいと思うので、末永くお付き合いよろしくお願いします。では今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。